ダメだちょっとそんな甘くない。カズーって本当30分くらいずっと海に飛んでる。ほんとしてる。ライン上げて、そっから降りまーす。こら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 。まあでもようやくちょっと慣れてきたかなっていう感じはしてますし、ね、まだ練習前とか緊張するんですけど、まあ、でもだいぶ練習始めると普通にできるかなめちゃめちゃ優しいです。優しい、だいぶ本当優しいです。昨日は自転車でコンビニ行って、その流れで海まで行って、その辺サイクリングしてました。コンビニ行って本当30分くらいずっと海のところでぼーっとしてリラックスして、今日からまた、はい、気持ち引き締めてって感じです、ね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。やべ、電源切れてるってさ、はい、回れてんな。感じようってことで全然違うよね全然違うな。ちょっと違う、それそれそれ最終的にはゴールを決めるために、みんなで頑張ってるから、そこの部分を上げていこう。 But a lot of moments are very good.
したけど、いい、場面もたくさんだった。調子は、まあ、ちょっと疲れきてますけど、まあ、でも順調にいい感じに負荷かかってよかった、いい感じです。監督にはまあどこでも大丈夫っていうふうには言いましたね。まあ、昔に比べて自分は右も左も真ん中も苦手しかないからっていうふうに話しましたね。1点目は本当ラッキーでしたけど、2点目はドンピシャでしたね。フォワードっぽい動き方はいつも新蔵さんの動き見てたんで、それを真似てました。いつも応援ありがとうございます。キャンプも残り9日ぐらいになってきて、チームもいい感じなんで、このまま、チーム一丸となって、いい準備して、FC 東京開幕戦絶対勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。